ブーメラン星雲は、ケンタウルス座の方向に、地球から5000光年離れた位置にある、原子惑星状星雲である。すでに観測された自然な状態の宇宙空間の中で、最も低温になっている場所でもある。ブーメラン星雲ブーメラン星雲は、すでに観測された自然な状態の宇宙空間の中で、最も低温になっている場所でもある。また、 宇宙マイクロ波背景放射の温度より低い唯一の場所でもある。1995年に a ソが地理にあるサブミリ望遠鏡によって観測して推定された温度は 1K であり、絶対0度から1度高い程度である。これは宇宙の温度、すなわち宇宙マイクロ波背景放射の 2.7K よりも低い。これはボースアインシュタイン凝縮が起きるほどの低温である。 ブーメラン成分が持つ低い温度はガスの移動によって説明される。1998年にハップル宇宙望遠鏡を用いた観測により、ブーメラン成分が原子惑星状成分であることが突き止められた。星雲の中心部からは秒速 164km という高速の風が吹いており、それが宇宙空間に拡散し、膨張する際に温度が下がり、 非常に低い温度に達するのである。成分からは1500年間で太陽質量の1.5倍のガスを放出すると考えられている。ガスの流れによるフィラメント構造が見られるが、これは多くの惑星上星雲とは異なる上に、その構造を作り出すほどブーメラン星雲は古いようには見えない。この例のように惑星上星雲が たしたような形を持っているのは謎である。ブーメラン星雲は、キーステーラーとマイクスカレットによって観測され、1980年に、ブーメラン星雲と名付けられた。この時は、ブーメランのような非対称中部がその名の由来となったが、その後1998年に撮影された、ハップル宇宙望遠鏡の高解像度画像を見る、限りでは、膨大ネビュラの方が、 よりふさわしい名前かもしれないと指摘している。ただし現在では、膨大ネビュラといえば、別の星雲のことを指す。翻訳すると、ケンタウルスザ双極星雲となる、宇宙で一番低音の天体、ブーメラン星雲。アストローハーツ、2012年5月6日閲覧。ABCDEFGHI ザ・ブーメラン・ネビュラ、ザ・クー e スト・プレ t ス・イン・ザ・ユニバース・ e s エサ。 ハット ABCD ブーメランネビューラシンバド、ハット ABCD ブーメランネビューラナサ、PGC3074547、スカイマップ、ORG ハットハープルキャッチズスキャッタード、ライトフロムザブーメランネビューラハブルサイト。ありがとうございます。